はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロくんポケット R やっていきたいと思います。スタート。というわけでパワプロくんポケット R、 まあパワポケのリメイク版になりますね。でモードがいろいろあるんですけれども、まずはサクセスでやっていきましょう。でサクセスに関しては3種類、極悪高校とドリルモグラーズ、そして戦争編ということで、まあ、当時極悪高校編が出た時はね、高校1年生の時だった。これは覚えてる。いや内容まではそんなに覚えてないけど、でドリルモグラーズ編はね、なんかちょっとだけやったような記憶があって、戦争編は全くやってないですね。全然内容は分かんないです。でまずは極悪高校編からやっていきましょう。ではスタートということで、でねパワポケはミニゲームがあって、まあ、これがねなかなか難しいのもあります。簡単のもあるけど難しいのもある。第1章黎明編、最初ちょっとやったんだけど、あのミニゲームが1つクリアできなさすぎてぐだって練習してきました。あの最初のモードで練習できるモードがあるんで、ストップウォッチですね。ストップウォッチの最後がマジでむずくて、ただ未だに成功率はそんなに良くないです。で回復は寝るでしょ。で能力アップとかは近年のパワープロに変えられていて、弾道とかもあって、でミートとかもこう1ずつ上がっていって、多分100が最高なシステムかな。で特殊能力もかなり取れます、経験点で。で練習に関しては、ランニング、筋トレ、素振り、ダッシュの4種類があって、ただタフと血の毛があるんだよね。まあ、確かにタフ度はあった気がする。血の毛ってなんだっけ、もうわかんねえ。とりあえずランニングすればタフ度が上がっていくんで、なんかタフ上げていこう。で幼馴染み、なんでこんな変な高校にいるんだっていうのは謎だけど、ここしか通えるところがなかったからかな。でガイド先輩、まあ、最初はいいんじゃない。怪我率 3% あったけど、タフを上げていく方向で、で回復しよう。ここはいくつ回復した？50だよね。寝ると50回復する。でここでなんかよくわかんない事件が起こって、ビルがぶっ壊れましたと。でこの2人以外野球部員はみんないなくなっちゃったというような話ですね。で野球部の部員を集めないといけませんということで、うろつきができるようになりました。とりあえず極悪高校のまず早々にクリアしておきたいのが陸上部ストップウォッチ。いやこれほんと難しい。仲間に入れば強そう。てか仲間も全員基本引き入れるんで、でこれを一周全部一周で引き入れたい。3 4 5 6 7 8 9 10、そうぴったり。そう見えればね、見えれば全然いいんすよ。であと10秒とかね、めちゃくちゃ余裕があるんで、ここら辺は大丈夫。で8秒も余裕があるから、2秒とか来ると難しい。やっぱり2 3 4 5 6 7 8、おーマジか。それちょっと一瞬ね、こう気を抜くだけでやられるんだよね。
これちょっと2周でできなければリセする。でもう1回だけいきます。陸上部で多分他の部活は一発でいけるはず。ちょっと待って、これ2回目でしくったのはかなりの想定外。1、2、3、4、5、6、7、8、9でしょ。ほらここぴったりよ。だ練習してるときって別に実況してるわけじゃないじゃないですか。喋りながらやってるわけじゃないんで、めちゃくちゃ集中力があるんだけど、ちょっと待ってね。こっから1、2、3、4、5、6、7、うんうんうん、まあ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 全然 OK。 ここは山場、時間が消えるっていうね。しかも5秒、まあ、5秒だったらまだマシ。1、2、3、4、5。おーい。ちょっとこれが本当に成功率低いので、で直してきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9。おし、ここは1周で成功で、これ体力ずっと下がっちゃっていいのかな。仲間を早々に集めたいんだけど、え、何これ。ありがとうございます。普通にこう好感度が上がった。一回寝とく、なんとなく、まあ、もしかしたら体力はなくなっちゃったら病気になるかもしれない。ちょっと待って、なんかよくわかんないイベントが起きた。でうろついて、で次は上から行こう。空手部で、空手部は村上くん。で攻撃をかわす。で反対を方向を押す。下。下って上ね。で、ただここ極意があって、ぶっちゃけコントローラー逆にすればいいわけ。それだけ。ただそれだけのこと。できない人はね、本当に。で、今ちなみにコントローラーは逆にしてます。だから下って言われたら下押せばいい。そうすると必然的に上を押すことになるから。これはもう、当初からあるテクニックだよね。だこれをいつ本当にその切り替えるか、切り替えた時ってもう慣れがあるんで押しちゃうっていうね、その逆を。あ、痛い。だこういうミニゲームも割と集中してやんないとちょっと失敗しちゃうんで、黙るときは黙っておく。多分2回目以降はもうほぼほぼカットすると思うけど。はい、 OK です。で村上くんも仲間になって、でまたうろついて、ちょっと待ってね、ゲームがあるやつから先にこう、テニス部とかってなんか勝手になるんだっけ。ちょっとやってないんだよね。サッカー部行こう。サッカー部もミニゲームがあります。そういえばこいつらポジション決まってるから、自分のポジションとかも被るとどうなんだこれ。まあ、最初なんでとりあえずファーストでやってんだけど、でサッカーゲームに関してはこいつらにボールを取られないように、しかも最後にシュートしてゴールを決める。でこれは罠が一つあって、最初全然あれだったんだけど、ここまでしかいけないんだよね、前まっすぐが。あ、やべやべやべ、ちょっとやっぱり円を描くようにフィールドを広く使う。この主人公のサッカーめっちゃうまいよね。
つとってさ、後ろにドリブルできるとか異常だよね。下がりながらドリブルとかさ、天才的なドリブルテクニックだろ。でスペースをね広く、なんかさ最初にやった時より猛攻が激しいんだけど、こんなすごかったっけ、なんか一番最初超簡単だったのにこんな簡単なのとか思ったけど、人も多いし、これあれかな、もしかしたら後になればなるほど難易度が上がるのかな。なんか一応ね、そうミニゲームの練習ではパワフルとか普通とか簡単とかっていうのがあったんだけど、ちょっと待ってーゴールを気にしすぎてた、やってしまった。ちょっともうここから普通にこうストップウォッチをクリアしたから、血の気がなんだこれ、ちょっと増えてる感があるんだけど、まあ、いいや、落とすこう。サッカーもう一回。ゴールを決めるのはね割と楽で、ミニゲームはあと一つ、吹奏楽部なので音楽室、水原くん、でこれもどうなんだろう、難しくなってんのかな、最後だから。あ、早い気がする。ま、この変なところは気にしないで、音符が来たら押す。あ、間違えた、やべいや、全然ダメだ。216点取れてれば大丈夫でしょ。これって何点取れてればいいんだろう。合格の判定がわからん。さて、あとちょっとテニスコート行ってみますか。誰かいんのかな。あ、これなんかあれ、なんだ、通えばいいのか、なんて言ってた、テニスの練習があるから。平山くん、これは多分勝手に仲間に入るよね。ちょっとテニス部通ってみよう。え、ちょっと待って、このゲーム何だ、なんて言ってた、全然わかんねえ。サイコロ当てろって言ってたっけ。サイコロしか見てないもん。え、これ練習できない、練習になかったからさ、ミニゲーム4種類かと思ったら。あ、最後にどっちか言われるのかな、サイコロかボールかみたいな。ボールか、わかんねえ、これはもうわかんねえ。
で2がサイコロのはずだから5分の1、4、違う。ルールが分かんなかった。ちょっとルールをもう一回見よう。あ、質問に答えるんだ。なるほどね。これそうだよ、名前がね、負け犬になるんだよ。名前が変わるんだよ。いや、これはいいや。じゃあちょっともう一回嘘つく。テニス部。クソ虫とか、ちょっと待って。うん、ボールサイコロね。いや、わかんねえ。いや、ねえわ。これちょっとだいぶ時間かかってんな。クソ虫くんとか。3月末に急に三鷹はなんとしてでも、なんかスクワットしだしたんだけど。いや、意外に難しいな、ミニゲーム。また負け犬か。サイコロボール。ボールはここ。ちょっと待って待って待って、今どこにした？そもそも。ある程度の人数はなんか勝手に入ってきた気がするんだけどな。練習回数が単純に減るからね。なんかいろいろやる気がめっちゃ下がってんだけど。テニス。もうどっちかに絞るか、それかボールサイコロ。いや、それはちょっと危険だよな。知らねえよ、カップなんか動いたなんて。結構動いてるよね。いや、これは無理。こんなわかんねえよ。21回とか42回そんな動いてんだ。負け犬とクソ虫を。てか仲間の評価めちゃくちゃ下がってんじゃんこれ。孫子くんとか言われて嬉しいかお前。だから本当にミニゲームをマスターすることが最優先だな、これ。出た。ようやくクリア。ここで1月1日。これはちょっと能力を上げるとどうなの。9ポイント。やる気は2上がった。それはいいね。で、じゃあどうしよっか。
ょっとゲーセンでも行ってやる気上がるかな。ゲーやる気むしろ下がったし、体力は回復した。9月14、ちょっとほんとやる気上げるコンビニ、自宅とかが安定かな。あ、出会いがあった。やる気は上がんない。新井銀次、三つ子、ここで揃いました。ん？なんて言った？顧問の先生。ちょっと自宅、ちょっとうろつきで何が起こるかも把握しとかないといけないから。キャラクターどんどん下がってくんだけど。じゃあ他、ま、教室とか行くとどうなる。鈴木康彦、あ、鈴木くんなんていたっけ。一般兵だな多分。まあ、確かギリギリでやるよりはベンチメンバーもいた方がいいからね。佐藤優太、名前も普通だな。ただやる気が上がんねえんだけど。チョコレート、まあ、これでもやる気上がるでしょ。下がってんだけど、どういうことだよマジで。全然練習してないからね。誰がいるとかっていうのはもう分かんないんだよね。あ、野球部ガンちゃん、うろついてねえで練習しろよっていう。あ、綺麗になった。捨てよう、血の気が上がりそう。仲間の評価が下がったけどやる気は上がった。練習してないし、もう1年生の時はいっか。神社行こう。うん、やる気は上がらない。全く能力とか上げてないからね。電話、これ電話できなくね。先生にしか電話できない。え、な、何、やる気は上がった。2って、そうか、単純に5段階とかじゃなくてメーターか。なるほど。ひたすら先生に電話しよう。やる気を上げていく。いや、これすげえやる気の下がりがさどんどん下がってくんだけど。電話、電話が正義。やはり電話して話して好感度を上げていく、これが基本。コンビニ、よし、やる気上がった。ということで、けが率 3%、 タフが上がってればね全然いい気がするんだよね。やる気1、花粉症とか。マジか、これいいや。仲間の評価下がるんか。回復で病院。花粉症ってそんな簡単に治んの。まあ俺花粉症じゃないから全然いいんだけど。これでとりあえず野球部 OK で、ガイドウ先輩も復活で大賞クリア。で第2章、秘書編。怪我率4、もう強行しよう。なんかね、タフがあれば多少の怪我は大丈夫だった気がする。長期入院はなかったと思う多分ね。もう高校の時の記憶しかないから。
でひたすらランニングしてタフを上げていくでしょ。で、さとみさん出てきて、てかなんかさ彼女作んないと変な彼女が彼女になっちゃった気がするんだけど、作戦コマンド、あ、これは血の毛が多いってこと、ストレッチがあるじゃん。落ち着こう。マネージャー石田さん、よし、やる気が上がった、やる気はマックス。血が騒く。あ、練習回数とか出てんね。1回目2回目これすげえ。怪我率20あるけど。ランニング、タフタフであれ。アスカちゃんがやっぱり一番あれかな。あ、試合か。能力上げてこう。弾道は3欲しいよね。ミートも本来上げていきたいんだけど、技術がどうだろうか。40、よし。パワー40にいかない、まあ、これでなんとかするしかない。試合とか初めてなんだけど。じゃあ負ける、そのまんま。そんなことない。武田くんのやる気はマックスだね。暁大付属、俺の番は代打。いや違う、ガイトーくんになってる。初球いきなりホームラン。あ、ここら辺はね慣れがあるから。あ、俺、あ、これあれか、回以降は全部自分が操作するのかな。取れるときに点を取っておく。 LR でダッシュ。カメだ。どうだ、いかないか。あれ落ちる、落ちないよね、さすがにそれはない。22とかなんかつくもの回バージョンみたいな感じだな。どうだ、いった。屈辱だろ、怒り守る。あ、フォークか、危ない。当たってたらゴロになってた。武田くんそこまでパワーがあるわけじゃない。ボブ、あれボブって足が速いのか、パワーありそうなイメージだけど、それはあれだったか、見た目だけにとらわれたな。怒り進む、ストレート、カットボール、これしかないの。スタミナはあんな、球速速い、コントロール C。 え、これもしかしてさ、俺自分でやんなきゃダメ。守備とかめっちゃ下手だから無理でしょ。中継取れるときに点を取っておかないとちょっとやばいことになるな。ここは落ち着いて勝利。試合もなんかカットだよね。流そう、てか1サクセス流そう。これマジで危ねえ。点とかが、まあ、地でやだ。怒り守る、パワー B、ミートは D。 パワーヒッターにしてきたな。水原くん肩、内野安打があれだな。ちょっと待って、これどっち、どっちどっちどっち、水原くんいけるいけない。まあまだ点差はあるんだ、大丈夫。
投球術とかゼロに等しいから、よし大丈夫、打たせて通る、ゲームセット、勝った、暁大付属に勝った。これはすごいことなんじゃないか。能力上がったか、ガベージヒッターになった。やろう、やらない、ゲッファースト、やーめた、3下がったとかひでえな。だって変えなきゃいけねえんだよ。でランニング、誰、ちょっと待って、よくわかんない、電話するか、電話できねえか、好感度が上がっていかないと電話ができないのかな。ボブ・サムソン、ジョージ・サムソン、さてじゃあそっから一回筋トレ、筋トレって結構下がるな、技術とスペースが、下がるの筋トレだけか、一回筋トレやっとこう、体力ゼロだけどね、タフがあればなんとかなるから、一緒に帰ろう。あそうだ、平山くんってユキちゃんが好きなんだ、そういえば。で体力なくてもタフさがあれば基本 10% 未満なんだよね、だからなんとかなるっちゃなんとかなるので、技術が多分圧倒的に足りてないから、トスバッティングをして、でまた試合か、パワーはいい、走力もいいにしておきたい、肩とか守備は、守備全部 E は欲しいな、ちょっと F っていうのはなんか不安がある、やっぱ技術不足だな、ランニングで技術入んないからね。で試合はちょっとカットしていこう。武田君のやる気さえあれば問題ない、よーし、オッケー。今2年生だっけ、2年生のいつ、夏か、能力上がった、いいねいいね。対ピンチ E から D、 よしよし、オッケーオッケー。血の気が上がる。でやっぱ技術が圧倒的に足りてないんで、ノックって全部入んのか。あでもストレッチはストレッチで筋力も入るんだ、それはすごいな。トスバッティングかな。でタフが減ってきたらランニングして敏捷値を上げる。体力は回復した、ちょっと回復してくれる分にはねいいからね。ゲー、誕生日なんもない。頼むよ。おお、走塁レベル5、コツをつかんだ、コツシステムか。でちょっと能力アップを見ながら、素早さはまああるよな、まだ怪我しない、そう、それはこういうゲームだから。ん、やる気が下がったか、やる気が下がったとき、それは陽子先生、あなたが癒しだ。これは進む
軍イベントかな。待って待って、やる気の下がり方がさもう半端ないんだけど、あんまり気にしないでいこうかな。これは、あ、なるほどなるほど、そういう感じで妨害された的な。ちょすっげー下がったんだけど、回復した。ちょっと電話、これ陽子先生とはいい関係にはならないよね。一応体力が回復していく。サレ受賞、またトースバッタフであれ、それが正義。体力はなくて構わない。ちょっと割ろう。ゲッ、タフが下がった。タフが下がると怪我率が上がるから走る。まあ、敏捷ポイントもねちょっと取っておこう。逃げよう。え、これなんか話してみた方が良かったかな。あ、そっか。てか連絡先くれ、彼女が欲しい。今俺は猛烈に彼女が欲しいんだ。そういう時期だってもうクリスマスとかになるんだよ、来月12月で。これはちょっとイベントが全然わからん。あー、なんか上がった、怒りで。亀田君ってキャッチャーだったんだ、知らなかった。さてさてさて、ノック、いやこっちやな、やっぱり。あ、そっか、先輩だからいなくなっちゃうのか。よし、飲もう。ゆきちゃん、仲間の評価が下がったけど関係ない。プレゼント渡そう。何、タフが下がった。タフケア、タフが下がった、そこでケアする。とりあえず話してみよう。村上さん、あ、なるほど、村上家のあれだったんだ。佐藤くんとかも一応イベントはあるんだ。この評価がなんかめっちゃ上がったな。やる気はまあ下がってるけど、とりあえず練習しておこう。飲もう。よし、ゆきちゃんの好感度が上がっていく。誰か連絡先くれ。そうすればデートに誘える。ここら辺はあれかな、やっぱりランダムイベントで彼女評価が下がるのを待つしかないのか。結構血の気が上がったな。世間評価とか下がりまくったな。しかし世間評価は試合で上げていく。でミートは欲しい。パワーちょっと上げたいね。で総力は一応素早さ全部もう触れるか、あ、てか肩じゃねえや、守備だ。だと補給だよ。補給って何、素早さ使うんだ、知らなかった。それは知らなかった。ポロリしちゃうと怖いからね。では試合に行こう。足が速い。やる気分かった。ちょ、こいつらのやる気がなさすぎるんだけど、なんでだ。まあ、とりあえず勝利。てかマジで時間がかかる。1サクセスどれくらいかかるんだこれ。
パワー1とかしょぼくね。あ、めっちゃ上がってる。でも平山、あってかさ、ピッチャー全然変えてなかったんだけど。存続が決定した。なるほどね。で、今誰だった。ゆきちゃんか。だって電話はまだゆきちゃんできないもんね。ちょ、一回ダッシュしとこう。で、あ、また試合か。で、ちょっと補給を上げておきたいんですよ。よし、これで OK。で、あとはパワー D。もうちょいパワーが欲しいね。ミートが C。結構強いぞ、普通に。白鳥子。不吉。やる気はみんなあるな。福地 is power。 スリーラン。コールドになったんだけど、勝った。コールドになるとめっちゃ能力上がるとかないのかな。最初のパワーの上がりが微妙だよね。守備14とか突き上がったな。フォーク系3上がったとかすっげえな。鋼。じゃあちょっと金、あー、そうか、下がんのかってことは。いや、やっぱそうすると通す。いや、素振りか。素振りとトスをこううまく調整していこう。で50で上げられるとか。ミートの上がりが半端ないな。やっぱ筋力だな。筋力を重点的に上げていく必要があるから。みんななんか食ってっけど大丈夫か。バタバタバタ。5が下がった。いやー、やる気がなさすぎる。ゼフ長だと関係ない。コールドにする。7点差でコールドかな、多分。上がる上がる上がる。一応俺の経験点も上がる。おお、上がる上がるね。やっぱ吸収がね、上がってくれるのがいい。変化球の。甲子園出場。これはなんかイベントで出場できないとかって事態。よし、やる気は上がった。ちょ、もう一回出ましょう。ヨコ先生ゲッ、大丈夫博士だ。ついてこう。そう、それはちょ、 75% パーフェクト。ほんとかよ。 40% か。やったせてみよう。ノーとか言ってきたよ。センスバツになった。やべ、怪我しにくさって結構まずくない。とりあえずタフ上げよう。再び戻す。ついていこう。これ何これ。能力パワーアップ。どうでしょうか。お、いいですね。いや、何これ、なんか戻ったんだか戻ってないんだか。センス丸になったのはいいな。でもちょっとタフ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 。散歩しよう。仲間の評価なんて関係ない。仲間からどう思われてようが俺は気にしない。やる気が下がるのは勘弁して。でもまだ大丈夫か。ゆきちゃん、
おお、能力は上がった。評価はめちゃくちゃ下がった。仲間評価超悪そう俺。クリアまで16周。そろそろ仕上げにかからないといけないけど、タフさがないからな。お、アスカ好感度7上がった。てか彼女が欲しいんですけど、パワー C にしておこう。下がってんだ。ちょっと待って、守備が下がってんだ。で総力も下がったままだな。上げ幅の方が小さいのか。で一回筋トレかけちゃおう。流行りの何？あ、こんなやついたな、そういえば。ははゲー、いろいろ下がった。え、ない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 、好感度が6下がった。めっちゃ下がったぞ。筋トレ、ま、使い切ってからそれは筋トレやるのがいいんだろうけど。陽子先生の好感度高いような気がする。ちょっとわかんない、ちょっとデータ見よう。評価アスカは高い。てか陽子先生そもそもいねえし。野球部員、あ、まだ2人ハテナがいるんだ。へーっていうか陽子先生じゃんでやる気はあるからまあ別にいいか。あとはまあまたトスバッティング、あ、素振りか。鈴木くん高間評価が上がった。1月1日。おお、アスカ本当は評価上げたい。体調良くしたい、能力上げたい。これだな。大吉。おお、結構上がった。いいね。すぐに。うわー、くきった。まあ、しょうがない。それはしょうがない。2週間か。パワー1下がるんだ。結構下がるな、これ。回復、努め。入院、治療。まあ、うまくいかなかったって、なんか表現嫌じゃね？やる気分かった。どうだこれで。ちょっと待って、どれね、あってこれか。治った。ゆきちゃん帰ろう。で若干やっぱタフが減ってるからランニングする。喜んで食べよう。え、なにこれ、こんなんで彼女になんの一応評価上げていこう。もうちょっとクリアまで少ないからな。三択か。まあ映画だな。サボり癖になったとかひどい。でバレンタインデー、ありがとうございます。で一応評価見ていこう。いやまだ全然足らなそうだな。もういいや、ひたすらアスカ。恋の病とかあるかな。カラオケローテーションも恋の病になった。恋の病には電話関係ないよね、恋の病とか。体力がどんどん回復していくんだけど、女の子の回復、頭がいっぱい。俺は常に頭がいっぱいだよ、女の子のことで。映画館、2しか上がらないんだ。これどうなんだろうね。なかなか評価上げるのに時間がかかりそうだな。早めにやっぱ彼女にして、通常のクリスマスイベントとかで
どんどん評価上げていかないと、これはちょっときつそうだな。5上がった。あ、まあまあまあ、さっきがたまたま低いイベントだったのかな。アルベルト、骨が折れた。で、能力アップ的にどう？あ、ちパワーがなんか下がってんだけど。 B 電話、もうあとはひたすらデート、カラオケ、同じとこだった。そうだったっけ、忘れたわ。女の子の子って頭がいっぱい。じゃあ映画か。うん、5上がるね。血の毛が上がっていく。血の毛は逆に練習をするって言われか。ただ今サボり癖だからな。最後に筋トレしとこう。サボり癖が発動しやがった。てか世間評価めっちゃ下がったんだけど。疾風怒涛3年。あ、クリアまでってあれね、第2章のクリアまでってことか。え、そうだよね。だって さっきまで2年だったもんね。ちょっと真面目にやろう。真面目にサボり癖が直せねえんだけど。マジか。先生に電話しよう。ちゃんとやる気出しなさいみたいな。恋の病が治ったか。まあいいや。で、月1くらいは。ちょ、ゆきちゃんいいよ。もう俺には彼女がいるんだ。月1くらいはデートしないとちょまずいんで。ちよっこ先生ばっかな。俺は練習する。いってらっしゃいませ。大谷健。世間評価が上がった。で、一回デートしとこう。あ、公園と、あ、水族館とか、あ、全然違うんだけど。季節によって違うのかな。評価がめちゃくちゃ上がった。で、サモリウスを直したいんだよな。恋の病、ゲー、繋がんないとかあるんだ。ちょっと電話。ってことはサモリウスになった時どう直すかだよね。素振りしていこう。世間評価がこっから上がっていくな。え、見舞いに行く。よし、評価はめちゃ上がった。出た。結構高くないか、サボり癖率。ちょっと待ってよ、これひどすぎる。やってるうちにもうデートの時期が来てしまった。水族館行こう。で、練習。なんなのこれ、サボり癖って。疲れたってお前サボってんやろ。アスカの好感度さ上がればどうでもいいや。え、こんなにサボんの。ちょっとマジで直したいんだけど。誕生日、まあ、これはもらえる。おお、やった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 。タコ印スパイク、素早さか、サボり癖なかった。ありがたい。アベレージヒッターレベル5のコツをつかんだ。俺的にはさ、直してくれたのが一番いい。ゲッ、彼女やっぱほっときすぎたか。誕生日プレゼントもらって浮かれてたな。やはりケアしないといけない。公園に行こう。5、歯がね。
で7月は7月でちょっともう一回デートしとく必要があるけど、もうあれかミートは。じゃあ、ちょっと待ってね、せっかくだからアベリジヒッター取る、盗塁走塁とか安っこんな簡単に取れんの、走塁盗塁ゴム。じゃあ取れるんだったら取ろう、めちゃ安いよこれ。また試合に行きますか。まあまあまあ、平山くんが出てる。まあこんなもんでしょう。最後三鷹くんが投げた。なんかすっげー上がった気がする。さらばだ、俺はデートをする。お、海に行けんじゃん、海に行こう。弾道とか上がんな、あーそうか、さすがに泳げないか。で、ここも練習で、まあ、筋トレしとこう。で、試合か、その前に、その前になんかパワーヒが欲しいな。普通にパワーヒ取っちゃっていい気がするんだけど、これ安くない？取ろう。あ、パワフル高校か。ま、点を取ればどうということはない。なんかこのさ、矢部くん系のシルエットでキャッチャーって新鮮だな。上がれ上がれ能力。スポーツドリンク飲もう。これはなんか悪いことか、今のところあんまない。なんかまずいのもありそうだけどね。さあどうしようかな、一回だけデートしとこう。で野球観戦しよう。能力を上がれ、好感度は1しか上がらない。これはなんかそういうイベントに進んでいくのかな。甲子園、で練習するしかない。でちょっと待ってね、やっぱ筋力だな、筋トレ。試合あげられないよね、弾道さんか。まあでもいいや。何高校？正義高校、極悪高校。ギャル気はまあばらけてんな。お待たせいたしました。第8回の裏、この回の先頭バッターは新井。第9球聖堂。第2球種は2球種か。打った、ボールはライナーでライトへヒット。とりあえず点を取れるときには取っておく。それがテスト。初安打。右バッターボックスは8番新井、今日4度目のバッターボックス打ちました。初球、抜けるね。抜けた、ボールは中継。新井、いいバッティングを見せました。佐藤、これで今日は3打数の2安打。投げた、初球を打ちました。打球はセンターへ。これでひたすらセンターバックホーム稼いでいく。佐藤、ナイスバッティングです。ボーブ、ボーブ以外に、あ、パワー D ある、 D あればどうにもなんなかったわ。レフト前に出る、いけるかなって思ったけど取りました。今のでもちょっとシーンを外されたから。ランナーはフルベース変わりません。あー、新井君系はね、ちょっとやっぱり投げました。初球から打った、パワーが低すぎるんだよね、やる気なさすぎるし、やる気も流し打ち。だからポテンとやって進軍していく。極悪、ここで勝ち越しました。極悪、貴重な1点を追加。極悪とか村上くんはパワーがある。今日はここまで4打数1安打。どうだ、打った、これは村上 is パワー。伸びていった、満塁ホームラン。入った、入った、ホームラン。バッターは、そして俺、今日5度目のバッターボックス。第9投げました。ちょっと俺とかスプリット投げないでよ。
しかし足は遅くない。記録はヒットです。水原くんどうなんだろうね。投げました。インロー外れても第2球投げました。ホームランを打ってみたくないか。センターへの打球、センター交代、ランナー一塁に戻ります。これで2アウト、ランナーは一塁変わりません。パワー D、 やる気があれば持ってける。初球引っ張った、レフトへ持っていった。持ってきました。甲子園広いんだっけ。ボールは中継、これもコールドあんのかな。間に合うかどうか。極悪、さらに1点追加。10対4。先ほどヒットを狙っている、あれやる気あるか。やる気あるじゃないか。ヒット1点ダメだ。ピッチャー返し抜けた。新井いいバッティングを見せました。そしてここから下位打線がやっぱな、微妙っちゃ微妙だよな。ヒット、センター前ヒットになった。極悪、さらに1点追加。11対4。どこまで続くの。一塁二塁となりまして、佐藤第9球、初球を打った、ヒット、レフトバックホーム、佐藤ナイスバッティングです。10点差とかでコールドになるのかな。ボーブやる気があれば D でも持ってくる。投げた、それを証明する。初球打ち引っ張った、スタンドに入りました。ファール。第2球、どうだ、ちょっと早いのか。やっぱり引っ張りたいからね、パワーが。投球はこれから3球目ないから、打ったに当たりだ。センターへ持っていった。まあ一掃してくれ。ボールは中継、極悪、この回9点。これ無理か。無理だ。タッチしてアウト。スーパープレイとか言われたけどって感じで、もうこれ勝ち確でしょ。掴んでアウト。まあ問題ないね。13対4。10点差はつけてみたかったけど。さてこれでどれくらい上がる。自分で自分8か。微妙だな。血の気が上がったけど、まあいい。さて筋トレで試合、試合筋トレ。ちょっとパワー A に持っていけなさそうだな。ミートも上げるとなるとパワー不足。平山くんか。お待たせいたしました。さあ頂点に。極悪、この回の攻撃はラストバッターから。平山くんのパワー少なくて球種見てない。平山打ちました。初球打ち、山口ダイレクトでボールを掴んでアウト。ワンアウト。打順は1番に帰って、ボブ。やる気はある。第9、変化球系か。投げた、危ない球。さあ次の投球、投げた、ストレートかい。まさかね。第3球を投げた、振っていきましたがかすっただけ。じゃあもうどんどん振ってか、アベレージしたりいこう。追い込んでから投げました、打ちました、レフトへの当たり。ちょっとつけたけど、まあまあまあ。ボブ、いいバッティングを見せました。今日初めてのヒットになりました。ボールしないけどね。初球を打ちました。よし、は三遊間抜いた。抜けた。ボールは中継。たまたま。新井、ナイスバッティングです。村上。バッターは3番村上。極悪。イズパワー。打った強い当たり。こいつはマジ強い。さらに伸びていく。見上げた。バッターは4番。福地。今日はここまで3打数1安打。まあ俺だけどね。初球の時だけなんか。三遊間の打球。うまくいかない。うまくいかないけど。いいバッティング。塁には出れる。これで水原くんはちょっとやる気なせんか。初球から打ってった。つなげていこう。ボールは中継。水原ナイスバッティングです。彼の下位打線どうすっかだよね。まあ、亀田くんだったらまあなんとかなるのかな。全然なんとかなるわ。強い。バッターは7番新井。今日はここまで3打数ノーヒット。打ちました。初球打ち、ピッチャー返し。めっちゃ打ちだよねこいつら。いいバッティングを見せました。初安打。第9球投げました。初球を打ちました。センターへの打球、ヒット。こっからはもうつなげる打線で。新井ナイスバッティングです。今日初めてのヒットになりました。弱すぎんだけども。第9球投げた。初球はストライク、まずは見送りました。第2球見送ってボール。ストレートがそんなに速くないからね。投げた、なんとか対応できる。センターへ飛んだ。センター前ヒット。センターバックホーム、佐藤、いいバッティングを見せました。小屋やし、意味不明なやつ出てきた。ボブ、お前だ。
ボブ今日超足早くね。ボブいつも失敗すんな。フィールドフライになりました。ボブを生かしきれない。ボールを掴みました。これで2アウト、ランナーはフルベース変わりません。投げた。あっと引っ掛けた。これは？お、いいねいいね、抜けてる抜けてる。レフトバックホーム、極悪、さらに1点追加。村上ホームランを放っている村上第9。イズパワー。打ちました。痛烈。あ、どうだ、行くか。伸びていった。あ、行くね。さすが。まだ続くか。10点差以上ついてるけど。投げた。見送ってボール。ちょっと福地が打ったらもう終わりにしよう。第2球。投げました。ストライク。あ、入ってくるか。10点差つけてもそこで終わらないというのが判明した。フラフラッと上がった。山口下がっていった。取ってアウト。ただ勝ち確であるのは変わりない。8回の表が送ってストライク。一球一球に魂を低め。空振り三振。オッケーオッケーオッケー。12対1。お、アベレージヒッターになった。野球マスク。さあ最後の筋トレ。これで一応 A にはできる。あ、20あるね。よし、ミートウェイパワー A。 あと総力もまあ上げられるっちゃ上げられるか。 B てか A にできそうだな。ああ、できるできるできる。あとちょいちょいちょいと最後揃えていくか。アスカちゃん、これは病院に行く。調子安定。そして決勝戦が終わった。ちょっと待って、終わっちゃったね。なるほど、まあしょうがないよ。ここまで行ったんだ。決勝戦は次回のお楽しみに。まあいろいろみんな頑張っています。ドラフト3位、奇跡的に助かった。え、ちょっと待って、入んないの何にも。なるほどね。彼女どうなんでしょうかね。まあ技術がちょっとあるから特殊能力をやっていきますか。カット打ちって何。あ、なるほどね、そういうカットね。守備職人はちょっといらない。あ、せっかくだ、逆気をつけよう。で、コツ系は取ったからチャンスつけて、もう無理か。あ、バントがいけるわ。バントしねえからな。まあいいや、一応取れるもんは取っとこう。というわけで福地くん、こんな選手が出来上がりました。とりあえずまあ最初の一人にしてはいいんじゃない、本当に。で、結構あれもミスってたからね、ミニゲームも。なかなかまあ作りやすいとは思います。で、まずミニゲームを確実に一周で全員成功させることと、まあ、あとでタフ上げてればそんなに怪我しないんで体力は気にしなくてもいいと思います。あと彼女がいるかって言われたらちょっと今のところわからない。だからそこら辺だね、課題は。あと1試合っていうか1サクセスが長い。今あの録画時間1時間40分なんで、まあ、2時間弱くらいかかるんで1人、まあ、試合がね自分で全部操作しなきゃいけないっていうのが、まあ、長くなる要因だとは思うんですけど、まあ、カットカットでやってなるべく短くはしていきたいと思います。まあ、やっぱサクセス自体は面白いんで、まあ、時間があるときにやっていこうと思います。あ、ちなみにもうサクスペア全然時間取れないんで、あの全くやってないですというところですね。というわけで、今回はこれで終了したいと思います。まあ、久々のパワープロ、まあ、やっぱり面白いですね。あ、ちょっとどれだけ時間が取れるかというところになります。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。